皆様こんにちは。ただいまから令和5年度少年の市長埼玉県大会を開会いたします。世界の人々が笑顔で穏やかな生活ができるために、今できることは何かを常に考えて生活していきたいです。僕は世界中にある課題を解決するためには日本とエチオピアで学んだことが大切だと考えています。それは何事にも感謝することと相手への思いやりです。エチオピアではシュクランという感謝の気持ちを表す言葉をよく使います。心から良い気持ちになるこの魔法の言葉を多くの人に伝え、感謝を表すことができれば世界に広がる争いはなくなっていくと思います。また日本で学んだ相手への思いやりは、相手が考えていることを大切にすることです。相手をいつも思いやって関わることで優しさが生まれ、みんなが温かい気持ちになることができます。そうすればみんながみんなを助け合える世界になると思います。そしてアレルギーの理解を深めるための授業をすることも必要だと思います。またアレルギーの人に配られる献立表を誰が見ても分かりやすくすることも大切です。今、日照学校では食べられないものが分かるように、毎日献立表で確認を行っています。除去食の配膳やアレルギーの人のために、保護者と先生で面談をする取り組みもあります。これは、富士見野市全体でも行われているそうです。これらのことから、アレルギーの人たちも、みんなと同じように、レストランで注文したり、みんなと同じように給食を食べたりすることができるといいと思います。みんなと食事をすることはとても楽しいことです。アレルギーを特別扱いするのではなく、いつでもどんな時でも安全に食事ができることを願っています。あなたの心の形はどんな形ですか？道徳の時間。私はこの一文から始まる詩と出会った。宮沢章二さんの行為の意味という詩だ。私の心はどこにあるのだろう。どんな形をしているのだろう。考えてもどう答えたら正解なのかわからない。誰にも心は見えないのだ。しかし宮沢章二さんは言う。心は見えないけれど心遣いは見えるのだ。と、誰かを思い何かしてあげたい。行動するその行為は心遣いとなり、相手に届けることができる。私は周りの人に優しさを届けられるような人になりたい。このような女の子は〇〇してはいけないというジェンダーバイアスをなくして、女性が社会で活躍するためにはどうしたらよいのでしょう。私はまず毎日の小さなことから始めるべきだと思います。それは、女子も遠慮しないでおかわりをするということです。おかわりをしてはいけないという心の壁を取り除くことから始めましょう。女子も食べたいから食べるという姿勢は、SDGs の目標5のジェンダー平等の実現につながり、女性の社会での活躍を進めることになると思います。私はこの日本が大好きです。特に他国と仲良くしよう、平和に向けて努力しようとしているところが大好きです。きっと他の国に住む人々も自分の国を大切に思っていることでしょう。だからこそ、その人々が愛する国を奪わないでください。その国の良いところをたくさん探してみてください。そしてその国を好きになってください。その国の嬉しいことは一緒に喜んでください。その国の悲しいことは自分の国のように悲しんでください。自分の国も相手の国も全力で応援してください。私たちは地球という星に住む一つのチームです。この経験を通して、私は今、不安や悩みを抱えている
子どもの助けになる仕事がしたいと思っています。看護師は何か発作が起きたとき、最近のその子の行動や食事などから原因を予測することができるため、観察力がとても大事になってきます。そこで私は今、部活のメンバーの誰よりも周りを見て行動し、気遣いをするということを目標に頑張っています。今となっては顔も名前も忘れてしまった看護師さん、でも確実に私に勇気を与えてくれた、夢を与えてくれた看護師さん、そんな人に私もなりたいと思い、私は今小児科の看護師を目指しています。三重の祖父母の家には温故知新という言葉が飾ってある。祖父が小さい時に見た綺麗な川と、70年前に建てられたドイツの古い家。大昔の地球にはきっともう戻ることはできないだろうけど、それでも今ある自然をなるべく残し、今よりちょっとでも綺麗な環境を取り戻していく努力は続けなくてはいけないと思う。昔の人の知恵と現在の技術の両方を使って僕たちにできること、祖父のように昔は綺麗だったと言わなくていいように、我慢ではなく意識を変えることで自分にできることを継続して、この先も地球の豊かな自然を守っていきたいと思う。大縄跳びの練習中、疲れて引っかかってしまった。頑張ってと声をかけられた。私は頑張ってないってこと？自分がいない方がいい記録が出るんじゃないの？クラスに迷惑かけてるのかな？明るい励ましは私の心を突き刺し、えぐってしまう。それでも練習は続き、縄跳びの列に並んだ。跳べなくたっていい。やっとここまで来たんだから。自分に負けるのはもう嫌だ。こんな自分と手をつなぎながら、私は今日も少しずつ生きている。埼玉県って何もないですよね。テレビ番組で幾度と耳にする言葉だが、果たして本当に埼玉県は何もないのだろうか。埼玉県は何もない県ではない。むしろ歴史、自然、食文化が現代まで受け継がれてきた彩りがある美しい国なのだ。だからこそ歴史の古い町や豊かな自然が共存したり、美味しい食べ物も食べることができたりするのだ。世の中へ三位の国の魅力が知られていないこともあり、穴場でもある。しかしこれほど観光に向いている地域でありながら、世の中へ知られていないのはもったいない。これからは三位の国で育ったことに誇りを持ち、三位の国の魅力を全国に向けて発信していきたい。中学生になった今、私には何ができるだろうか。分かっているつもりでも、もっとしっかりと認知症について知ることからまずは始めてみたいです。どんなサービスや介護の選択肢があるのかを調べ、元気なうちに父や母の考えを知り、話し合うことも大事だと思います。高齢になると誰でも介護の必要性が出てきますが、それぞれの家族で事情が違います。一人一人の状況に合った介護サービスが受けられる社会になれば良いと思います。いつまでも家族の絆が切れることなく、どんな時でも家族が互いを思いやり、心が通じ合えたら素敵ではないでしょうか。そのために一番大事なのは、家族に対する優しさや思いだと思います。それは家族との日頃の何気ない会話ややり取りから生まれるものかもしれません。私はそんな家族との時間をこれからも大切にしていきたいです。今、世界には様々な環境問題を抱えている。増加し続ける二酸化炭素濃度などの影響で気温が上昇し続け、1880年から2012年にかけて 0.85 度も上昇している。また海洋では人間の手によって海に廃棄された石油、ゴミ、生活排水などの物質が生態系のバランスを脅かしている。
森林では土地開発や木材の商業利用を目的とした森林伐採や消失などで野生動物の減少や絶滅、さらには地球温暖化などを進行させてしまう。他にも世界が抱えている環境問題はたくさんある。多くの人がこれらの環境問題を一刻も早く食い止めるべきだと言っている。しかし私は海外の環境に対する取り組みの知識などから、日本は環境問題に対してもっと根本的に取り組むべきだと考えるようになった。スマホを置いて外に出よ。高校生は外に出て活動する課外活動を行うべきだと思います。学校の壁を越えた現実世界を知れるからです。課外活動は人々と交流でき、さまざまな体験を得る機会が多くあります。これにより高校生は自身の視野を広げ、他者の視点や価値観を学べます。特にボランティア活動は個人の興味に合わせた自由な活動を通じて社会を支えられます。これを繰り返して行うと社会を見る目を養うことができます。なぜなら社会の役に立つためには社会課題の把握を精密に行う必要があるからです。さらに排出量1位の中国と2位のアメリカで世界の排出量の半分を占めているのだが、なんとこの2カ国では CO2 削減運動には参加していないと宣言している。また私はショックを受けた。経済活動を第一に考えることは大事なことだが、それは地球が元気だから言えることだと思う。地球環境が悪くなれば国など関係なく世界中、地球中が影響を受けるのだ。もしも私が中国やアメリカのリーダーであったなら、反対意見があったとしても必ず説得して削減運動のために参加する。自分の国の決断が地球の未来を左右するのだから、そうする義務がある。将来のことを世界中の人が考え、それぞれが理解して納得し、目の前のことだけではない未来を見据えた考えが世界中に広まればよいと思う。一度全てを振り返り問題に目を向ける。まだ発展途上の国を先進国が支援したり、人間だけでなく動物の生態にも目を向けるなど、できることは山ほどある。地球という一つのまとまりで動いているからこそ、未来と今をより進化させるために協力すべきだ。人類には応用する力がある、協力する力がある、人数がいる。たとえ100人でも80億という人々、そしてそれを超える動物が住む地球を変えることはできる。そして問題を乗り越えた先の地球には必ず今以上の価値がある。今持っている人類の力を、人類の絶滅、動物の絶滅のためでなく、地球の全ての命のために使おう。命のために力を尽くそう。地球は一つ、地球の命は皆家族。 Don't choose extinction にはそんな意味が込められていると私は信じている。発表者の皆さん、本日は一日お疲れ様でした。そして各賞の受賞、誠におめでとうございます。また会場にお越しになって発表を聞いていただいた保護者、関係者の皆様、本日はありがとうございました。今回の発表につきまして、全体を通して感じたことは、どの発表もテーマこそ異なりますが、一番伝えたいこと、訴えたいこと、知ってほしいことがはっきりしており、主張が非常に明確でした。特に改めて気づかされたことは、人は一人では生きていけない、支え合う存在であるということです。今も続いてますが、海外では紛争があり、日本では昨年は衝撃的なテロがありました。日々心塞ぐ事件や事故が絶えません。だからこそ互いを認め合い、互いを尊重し、多様性を受け入れる社会生活が重要であり、今最も必要であり、求められていることではないでしょうか。発表でも以上のようなことが、テーマにした主張がありました。審査は発表内容と表現力、発表態度の2点の合計得点で、各賞を決めさせていただきました。どの方の
発表も素晴らしく力強く点数をつけるのに迷いました。小学生の部は日頃の学校生活や日常生活を通して人の優しさや思いやりに触れながら、自分自身も他者を思いやる気持ちが醸成され、実際に困っている人がいたら手を差し伸べ実践していこうという強い意志が伝わってくる主張が多かったです。当たり前のようにある給食の一コマからジェンダーギャップを感じたり、自分の習い事から世界平和を切に願う主張も印象に残りました。中学生の部は重い病気や本来であれば黙っておきたい辛い体験を余すことなく伝えながら、その体験を踏まえてかけがえのないものは何か、大切なものは何かを追求する姿に感銘を受けました。認知症の祖母と向き合う中で介護の問題に関心を高め、中学生らしく自分の将来の夢を描いたり、環境問題や埼玉の良さについてしっかり考えるなど内容も多様でした。高校生の部はデータや数字を盛り込んで非常にメッセージ性のある主張に説得力を感じました。身近な経験から社会や現代に目を転じ、先入観を持たず当たり前のことについて一歩立ち止まって、もしかしたらこれはおかしいのではないかと疑った上で自分なりに考察し、実際に行動に移していこうという姿勢が共通していたように思います。より良い世の中、日本、また世界にするにはどうするべきなのか、特に環境問題についてその処方箋を示している点が高校生らしいと思いました。最後になりますが、この大会の開催に向けて早くから準備されてこられました主催者の方々のご尽力に改めて感謝申し上げます。また日頃から児童生徒さんを支え見守っていただいている保護者をはじめ、学校関係者、青少年の健全育成に携わっている方々、ご協力いただいた企業関係者の皆様に改めて敬意を表します。今回発表された児童生徒の皆さん、ぜひ夢に向かって力強くチャレンジしていってください。これからの時代を担う児童生徒さんの明るい未来を記念して公表とさせていただきます。終わります。僕はエチオピアで生まれ、小学5年生の時に家族で日本に来ました。はじめは友達がいなくて寂しかったけれど、学校には世界中から集まった友達がいたので、すぐに仲良くなることができました。僕の友達は全員外国人です。みんなアフリカやアジアのいろいろな国から日本に来ています。文化や習慣が違う日本での生活は慣れないことばかりで、はじめは食事や学校生活で戸惑うことばかりでした。特に日本での生活で一番困ったことは、日本人の友達を作ることでした。日本語がわからないことや、英語と日本語でのコミュニケーションの違いがあって、日本人と友達になることはとても難しかったです。ある時、お父さんが近所にある日本語教室に行こうと僕を誘ってくれました。そこでは日本のボランティアの人たちが分かりやすく日本語を教えてくれます。僕が理解できるまで何度も諦めずに教えてくれるので、少しずつ日本語が分かるようになりました。それがきっかけで日本人の友達も増え、毎日を楽しく感じるようになりました。今僕は多くの人たちに助けられて生きています。それは一歩を踏み出す勇気と、感謝する気持ちを日本で味わうことができたからです。今まで当たり前に生きてきたけれど、自分や相手を変えたいと感じたら、自分から行動して周りの環境や自分の考えを変えることが大切だと自信を持つことができました。そして僕は自分を支えてくれる人の協力があるからこそ、
笑顔で生きることができるんだと考えられるようになりました。僕のお父さんはいつも世界のことを僕に話してくれます。世界の国同士で戦争をしていること、ご飯や水が不足していて世界中に課題があること、僕と同じように生活に満足ができない人が世界にはたくさんいることをいつも教えてくれます。だから今僕は自分が自分らしく生きるために、そして世界の人々が穏やかな生活ができるために、いろいろなことを学び世界を知ることが大切だと考えています。僕には夢があります。それはお父さんの仕事を受け継ぐことです。僕のお父さんは土木技師として世界の国の道路や建物の建設に携わっています。世界の国のために自分にできることに全力で取り組むお父さんのように、僕は世界の国々にある課題を自分の手で少しずつ解決したいです。そして家族のために一生懸命働くお父さんのように、僕は日本とエチオピアの平和のために全力を尽くします。世界の人々が笑顔で穏やかな生活ができるために、今できることは何かを常に考えて生活していきたいです。僕は世界中にある課題を解決するためには日本とエチオピアで学んだことが大切だと考えています。それは何事にも感謝することと相手への思いやりです。エチオピアではシュクランという感謝の気持ちを表す言葉をよく使います。心から良い気持ちになるこの魔法の言葉を多くの人に伝え、感謝を表すことができれば世界に広がる争いはなくなっていくと思います。また日本で学んだ相手への思いやりは、相手が考えていることを大切にすることです。相手をいつも思いやって関わることで優しさが生まれ、みんなが温かい気持ちになることができます。そうすればみんながみんなを助け合える世界になると思います。僕には日本とエチオピアという2つの母国があります。世界をより良い世界にするために、僕は学び続けることと2つの母国から学んだことを多くの人に伝え、日本とエチオピア、そして世界中の国の架け橋となりたいです。そして一人でも多くの人が自分の人生に希望を持ち、笑顔で生きていく世界を作っていきたいです。なんで私のおばあちゃんはこうなんだろう。一人じゃ何もできないし、私のことだってわからない。3年前に亡くなった私の祖母は認知症でした。私が生まれる2年前にアルツハイマー型認知症と診断され、私が物心ついた時には母が付きっきりで介護をしなくてはいけないような状態でした。小学校低学年くらいまでの私は周りの子みたいに若くて優しくて、欲しいものを何でも買ってくれるようなおばあちゃんがいることを羨ましく思っていました。幼稚園の頃の私は認知症とは分かっていても、祖母の行動に驚くことがたくさんありました。机の上に置いてあった私のおもちゃを口に入れたり、飴玉を舐めずに飲み込んだり、誰かが見ていないと危ないこともよくありました。そんな祖母のことを私は正直よく思っていませんでした。なぜなら祖母さえいなければ母を独り占めできたからです。昔母はよくこんなことを言っていました。おばあちゃんが家にいるときはおばあちゃんが一番で、おばあちゃんが家にいないときはあーちゃんが一番だよ、と。その頃の私は母の言うことはすべてその通りだと思っていたので疑問に思いませんでした。私はよく母と祖母のいるデイサービスに行っていました。知らないおばあちゃんが私に、かわいいね、いくつ？と聞いてきたので私は7歳と答えました。すると1分も経たないうちにまた同じおばあちゃんが、かわいいね、いくつ？と聞いてきたので私は7歳と答えました。その後も何度も同じことを聞かれたけれど、私は同じことを聞かれるのは祖母のことで慣れていたので、何度も同じように答えることができました。帰り道で母に、さっきは偉かったね、と褒められました。介護は決して簡単なものではありません。
ましてや一人では何もできない人やコミュニケーションを取れない人の介護は大変なことも多いです。しかしだからこそ嬉しいこともあります。私が祖母に小さく切ったリンゴを食べさせてあげたとき、私がおいしいと聞くと、いつもは無反応だけれど時々うんと頷いてくれたのは本当に嬉しくて、すぐに母に伝えました。無反応のように見えるけれど、孫に対する愛情は失われていなかったのです。当時は分からなかったけれど、今思えば愛情をうまく伝えられなかっただけなんだと思います。今になって母にもこんなことがあったのかなと思い聞いてみると、もちろんあるよ、介護は最初のうちは大変なことばかりで辛いけれど、ずっと何年も続けていると大変なことは変わらないけれど、おばあちゃんに癒されることもあるんだよと教えてくれました。おばあちゃんの一瞬の笑顔でその日一日が幸せな気持ちになるんだよとも言っていました。当たり前ですが、祖母は最初から認知症だったわけではありません。愛情を注ぎながら母を育てていた頃もあったのです。母は祖母といることを幸せに思っていたと思います。また祖母も娘である母のぬくもりを感じて安心していたのだと思います。中学生になった今、私には何ができるだろうか。分かっているつもりでも、もっとしっかりと認知症について知ることからまずは始めてみたいです。どんなサービスや介護の選択肢があるのかを調べ、元気なうちに父や母の考えを知り話し合うことも大事だと思います。高齢になると誰でも介護の必要性が出てきますが、それぞれの家族で事情が違います。一人一人の状況に合った介護サービスが受けられる社会になれば良いと思います。いつまでも家族の絆が切れることなく、どんな時でも家族が互いを思いやり心が通じ合えたら素敵ではないでしょうか。そのために一番大事なのは家族に対する優しさや思いだと思います。それは家族との日頃の何気ない会話ややり取りから生まれるものかもしれません。私はそんな家族との時間をこれからも大切にしていきたいです。スマホを置いて外に出よ。高校生は外に出て活動する課外活動を行うべきだと思います。学校の壁を越えた現実世界を知れるからです。課外活動は人々と交流でき、さまざまな体験を得る機会が多くあります。これにより、高校生は自身の視野を広げ、他者の視点や価値観を学べます。特にボランティア活動は、個人の興味に合わせた自由な活動を通じて社会を支えられます。これを繰り返して行うと、社会を見る目を養うことができます。なぜなら、社会の役に立つためには、社会課題の把握を精密に行う必要があるからです。一般的にボランティア活動は、社会課題に対して解決策を練る必要があります。そのために、より現実的な社会課題の把握を行わなければなりません。私はこのことを高校在学時に学びました。高校1年時に小中学生を対象にした支援事業を開始しました。きっかけはとあるネットの記事を見たことです。小中学生くらいの年齢の児童は学校の友人との関わりや学校外での活動から自己肯定感を高めることが望ましいとされています。しかし、学校の環境が自分に合うとは限らないし、家庭の金銭的状況によっては、そのような経験を積むことが難しい場合があります。また、一人親家庭や共働き世帯では、子どもが家の外で自由に過ごせない場合も少なくありません。この課題を知ったときに、社会背景についてさらに追求したい、自分にもできることがあるはずだと思いました。当時の私は大まかな課題背景しか分からず、本当にこの問題が起きているのかも分かっていませんでした。だから初めの1年は
小中学生を支援するボランティア団体を運営している方々に話を伺いました。そして小中学校の環境の問題点や学校以外の学習環境の課題を学びました。学校の環境の問題点としては、学校外での学習は誰もが経験している前提であるということです。自身も子供だけれど兄弟の面倒を見なければいけないヤングケアラーや、休みの日に出かけることができない家庭は一定数あります。そのような環境にある子どもにとって学校外での様子を話すことは心苦しい場合があります。もちろん学校外での様子を友人と話すことはそれだけで貴重な経験であり楽しいことです。しかしその楽しさの度合いは人によって大きく異なることも事実です。そこで私たちはそれぞれの団体で子どもたちがどのようなことをしているのかを調査しました。机上での勉強に重きを置いている団体ではとても静かで全員が集中していました。中には勉強嫌いの子どももいましたが、こちらがわからないことを教えればすっと集中できていました。遊びに重きを置いている団体では室内外関係なく子どもたちが自由に走り回っていました。反対に一人でずっと熱中して絵を描く子どももいました。このように団体ごとに環境は様々であると知りました。そして高校生が提供する場には何が必要か疑問に思いました。そこで2年次では単にボランティア団体に訪問するだけでなく、高校生らしさとは何かを考えながら参加しました。勉強中心の団体では内容次第では高校生でも教えられますが、教員の方々には及びません。遊び中心の団体では一緒に元気に遊ぶ体力は持ってはいるものの、成長のために有効な遊びといった知識は持ち合わせていません。では私たちにできることとは何でしょうか。2つの団体の共通点として、年齢ではなく能力を生かして運営しているということが言えます。教員が特定の教科を教えることに専念していたり、福祉や子どもの教育方法を専門的に学んだ人がオリジナルな遊びを考案したりするといったように特技を生かしています。しかし高校生という分類は個々の能力を示しているとは言えません。故に高校生らしさよりも私たちらしさを考えるべきだと気づきました。3年目、私たちは個々の特技に基づいて2つのイベントを企画しました。1つは走り方を教える教室です。陸上部に入部していた友人を教師役として、走り方や走る楽しみについて参加者と話し合いました。2つ目はプログラミングを考える教室です。こちらはプログラミングを学んでいる友人を教師役として、基礎的なプログラミングや身近にあるプログラミングでできたものからその重要性について意見を出し合いました。もちろん走り方もプログラミングもそれぞれ子どもに教えることに特化した人はいるでしょう。私たちはそのような人々以上の教える能力を持ち合わせているとは思いません。しかし子どもの目線になって一緒に考えることを提供しているのは間違いなく私たちの魅力です。2年かけて子どもと向き合うために必要なことを考え実践してきたからです。実際このイベントに参加していただいた子どもとその保護者からは、楽しかったなどの感想をいただけただけでなく、次のイベントの実施について聞かれたりリクエストを提供されたりしました。一度きりではなく次回も来たいと思ってもらえたと分かったとき、高校生の能力でも社会貢献ができると証明されて嬉しかったです。このように私たちは子どもの学習環境という社会課題を知り、解決に向けて行動しました。そのために現在行われている解決方法を体験しながら学び、私たちだからこそできることを提供してきました。はじめは右も左も分からず社会を捉えきれていませんでした。
でも最終的に自分たちの能力を生かし、社会貢献へとつなげられました。以上の理由から、高校生の課外活動は非常に重要だと言えます。学校外での経験や活動は、自身の可能性を発見するヒントになります。そして、社会貢献を通じて視野を広げられ、社会を見る目を養うことができます。皆さん、スマホを置いて外に出ましょう。ハミングバード未来基金特別賞、福井遥様。あなたは令和5年度、少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日、ハミングバード未来基金、ユナイテッドフーズインターナショナル株式会社、代表取締役社長、青木博之、代読、昨日でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状、埼玉キワニスクラブ特別賞、オマー・ビラル・モハメド様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日埼玉キワニスクラブ会長村上隆子、おめでとうございます。ありがとうございます。賞状、ポジティブネットYMCA 特別賞、工藤真博様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められましたので、これを賞します。令和5年8月20日公益財団法人埼玉 YMCA 代表理事兼総主事小谷正人。賞状、綿木特別賞、田中真里奈様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日森乳業株式会社代表取締役社長牧島博太郎、代読常務取締役原口明。おめでとうございます。賞状、輝け明るく豊かに特別賞、浅田理子様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日花石電機工業株式会社代表取締役花石隆大丈夫です。おめでとうございます。賞状、ネクストアクション埼玉レスナー銀行特別賞、相沢ココナー様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日、株式会社埼玉レスナー銀行代表取締役社長福岡聡。おめでとうございます。賞状、テレタマ特別賞、金島椿様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日株式会社テレビ埼玉代表取締役社長、川原康弘代読でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。賞状、埼玉新聞社特別賞、金陽平様。あなたは令和5年度少年の主張埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日埼玉新聞社代表取締役社長関根正義代読です。どうもおめでとうございました。賞状、
最優秀賞、オマー・ビラル・モハメド様、あなたは令和5年度少年の市長埼玉県大会において当初の成績を収められましたので、これを賞します。令和5年8月20日埼玉県知事大野元裕代読です。おめでとうございます。ありがとうございます。賞状、最優秀賞、村上明穂様、以下同文です。おめでとうございます。賞状、最優秀賞、工藤、真弘様、以下同文です。大変おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですよ。ありがとうございます。賞状、優秀賞、福井遥様、あなたは令和5年度少年の市長埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月20日、埼玉県教育委員会教育長、日吉徹代読です。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。賞状、優秀賞、菊池愛理様、以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございます。賞状、優秀賞、佐藤由香様、以下同文です。はい、ありがとうございました。賞状、優良賞、酒井千鶴様、あなたは令和5年度少年の市長埼玉県大会において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和5年8月2日、青少年育成埼玉県民会の会長、埼玉県知事、大野元裕代表。はい、おめでとうございます。賞状、優良賞、田中真理奈様、以下同文です。はい、おめでとうございます。賞状、優良賞、山内内穂様、以下同文です。はい、ありがとうございます。賞状、優良賞、藍沢ココナ様、同文です。はい、おめでとうございます。賞状、優良賞、金島椿様、以下同文です。賞状、優良賞、金陽平様、以下同文です。はい、ありがとうございます。賞状、優良賞、浅田理子様、以下同文です。はい、ありがとうございます。賞状、優良賞、山口康平様、以下同文です。はい、おめでとうございます。以上で令和5年度少年の市長埼玉県大会
終了いたします。ありがとうございました。